朝鮮新中軍は第二次世界大戦後の混乱期、在日朝鮮人の一部が日本各地で各種犯罪を犯した際、殺傷、戦傷したとされる名称。ただし、朝鮮新中軍と名乗って犯罪行為を行った在日朝鮮人の存在は疑問視されている。朝鮮新中軍の実在を主張する資料は、当時在日朝鮮人によって多数の事件が引き起こされ、 その際に腕章などを身につけ自らを戦勝した新中軍と同類だと錯誤させる名称を語った朝鮮人らを指して朝鮮新中軍と呼称されるようになったとされる。第二次世界大戦終結直後、日本の敗戦により朝鮮人に優越感が発生したことや日本からの解放により社会基盤を喪失したことから一部の朝鮮人や台湾人らによる殺害、強盗、 暴力事件などの不法行為が頻発した。当時の朝鮮人による事件は、記録に残るものでも、大津地方検察庁襲撃事件、長崎警察署襲撃事件、生田警察署襲撃事件、富坂警察署襲撃事件、事件新潟日報社襲撃事件、関東朝鮮人合盗団事件、直江津駅、臨時殺人事件、多多数に上る。 いくつかの書籍がこうした背景をもとに不法行為を行った朝鮮人の中に朝鮮新中軍を名乗った者がいたと主張している。山の車輪は万外野韓流の第3話在日韓国朝鮮人の来歴万外野韓流4第3話朝鮮新中軍と日本の戦後史においてこうした状況の中で一部朝鮮人が自分たちを戦勝国民であると主張し 朝鮮新中軍を名乗って暴力事件を起こしたと説明している。また、野村木守は、イア韓流の真実。ザ、在日特権、漫画イ韓流の真実。で、朝鮮新中軍を戦勝した一部の朝鮮人が、無賃乗車を駅員に注意されると、集団暴行を行ったと説明している。田島治は、ゴジラとご神栄サブカルチャーから見た、近現代史で、 一部朝鮮人が戦勝国民を気取って都党を組み違い方権的特権を有するかのように振る舞い朝鮮新中軍の腕章をつけて買い出しの列車を占拠したとしている。お前ら四党国民の日本人が我々二党国民である朝鮮新中軍に指しするとは生意気な。というのが彼らの上ト区だったという。ただし田島はこうした行為について 闇市の利権をめぐり構想を繰り広げた、朝鮮人軍連隊などに比べればまだ可愛いものとし、チンピラ行為と表現している。朝鮮新中軍の写真だと、在徳会らによって紹介された写真。実際は、団体統記政令に基づき長連ビルが、強制捜索された際に入り口を封じる、警視庁予備隊、1949年9月8日。 在日特権を許さない市民の会の大阪支部は、朝鮮新中軍をご存知ですかというチラシを作成し、その中で3万人の朝鮮人からなる犯罪組織、朝鮮新中軍が戦後の混乱期に交換、殺人、公的機関への襲撃、不動産の不法占拠などの犯罪を起こし、GHQ の資料にあるだけでも最低4000人の日本人が殺されたと主張している。 2009年に在徳会が起こした京都朝鮮学校公園専用抗議事件では、これを朝鮮人に奪われたという主張の根拠としている。安田光一や野間治通りは、チラシの配布のみならず、在徳会を支持する一部ブロガーやネット右翼らにより、ブログや電子掲示板などで拡散が行われたと主張している。安田孝一らは、在徳会をはじめとする、守界隈の人間が、 しばしば使用する用語であるが、GHQ 等の公的な組織による資料での、朝鮮新中軍という用語の出典を示しておらず、写真のキャプションはデマであると主張している。安田の説明によると、最低4000人の日本人が殺されたとする GHQ の資料の出典は明らかにされておらず、朝鮮新中軍を写したと主張する2枚の写真は、毎日新聞社が1949年に、 撮影した在日本朝鮮人総連盟の本部を捜索する日本の警察官が写る写真に武装集団在日朝鮮人集団単純を所持する在日朝鮮人警備隊といったデッチ上げのキャプションをつけたものである朝鮮新中軍が起こした凶悪事件として例に挙げられているものには1946年の首相官邸デモ事件と1948年の 阪神教育事件のような確認できるものもあるが、どちらも在日朝鮮人を中心とする大規模なデモ行進における相乗事件である。首相官邸デモは在日朝鮮人生活権擁護委員会、阪神教育事件のデモは在日本朝鮮人総連盟が開催したもので、朝鮮新中軍なる組織ではない。この二つの事件の犠牲者に関しては首相官邸デモ事件で、 死者は出なかったが、阪神教育事件では、朝鮮人の少年に一名が死亡した。ありがとうございます。